下のボール巻いてきていいボールだ、ヘディングシュート、3点目、3対0になりました。水本のボール、センターバックの水本が飛び込んでいきました。早くも前半の19分20分という段階で3点のリードを取りました鹿児島ユナイテッド FC です。いやー、フリーになっていました。ちょっとマークつききれていなかった藤枝、ニアに飛び込んで